松下忠宏金融担当大臣が昨日東京江東区の自宅マンションで首を吊っているのが見つかり搬送先の病院で死亡しました関係者によりますと昨日午後5時前松下大臣が江東区東雲の自宅マンションで首を吊っているのを帰宅した松下大臣の妻が見つけました松下大臣は意識不明の状態で 救急車で港区の虎ノ門病院に搬送されましたが死亡しました別の関係者によりますと妻宛、て、野田総理宛、全閣僚宛の3通の遺書があったということです発見時の状況などから自殺を図った可能性が高いとみられ警視庁が死亡した経緯を詳しく調べる方針です